ホグワーツレガシー前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回は宝探し的なあれをやっていったので、今回はもうちょっとメインをてか基本的にメイン進めればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうしましょうねって感じなんだよね。あ、上がるね。上がるもんはつけていこう。もう見た目っていうよりはもう力を求めるので、まあ、フィグ先生に話しに行きましょうか。これでメインを進めていこう。はい、案内してくれ。ほんとこのシステムめちゃくちゃ便利だな。導かれてるね。おはようございます。おはようございます。なんかないか？ん？なんかあるな。フィグ先生、ただでさえ予定がいっぱいなのに、新入生をホグワーツに迎えるという都合の悪い仕事を魔法省に任されました。信じられないでしょうが、5年生です。新学期が始まる前に、ここに慣れるための案内役と指導者が必要だと、ウィズリー先生は主張しています。その仕事をあなたに任せます。詳しくはウィズリー先生に聞いてください。フィニアス・ナイジェラス・ブラック校長。この校長マジであんまり好かれないタイプだな。どうもフィグ先生。先生、会えて嬉しいです。私もだ。無事で何より。襲撃のことを聞いたぞ。ホグズミードにトロールだと？トロールは鎧を着てました。あの暗い光もドラゴンの首輪と同じです。ゴブリンの銀だ。ドラゴンを操るためにランロクが使っておった。だがどうやって、なぜトロールを？狙いは私です。ランロクとビクトール・ルックウッドの密談を立ち聞きして。ランロクがルックウッドとホグズミードにいたのか。トロールはおとりでルックウッドに狙われたんです。危ういところをシローナと3本のほうきのお客さんが助けてくれました。重大な知らせだ。君を追うランロクのゴブリンと闇の魔法使いの狙いは金庫にあったものだろう。金庫といえば、グリンゴッツのゴブリンたちはランロクと通じてるんでしょうか？思わん。グリンゴッツのゴブリンは決して人懐っこくはない。だが誠実だ。あの哀れな銀行家に起きたことを見る限り、グリンゴッツのゴブリンはランロクの信奉者ではない。ああ、仕事熱心だね。ロケットじゃないですか？何かが入ってたんですよね。ああ、そうだ。碑文を発見した。声に出して読み上げるとこの地図が現れた。賢い魔法だな。ホグワーツの地図であることは間違いないが、どこにつながっておるかはわからん。これは図書館を示してます。正確に言えば禁書の棚。あとその先にも何か。地図上に魔法の痕跡が見えます。君なら何かわかるだろう。行きますか？その積極性はありがたい。私も何が見つかるかを明らかにするのは楽しみだ。だがグリンゴッツの出来事とミリアムの身に起きたことを考えると、私たちの進む道はとても危険だと考えるべきだろうな。だがまずヘキャット先生と取り組んでほしいことがある。でも図書館がそんなに危険ですか？本を探すだけでしょ。本一冊を求めておるだけかもしれんが、備えておかねば。防衛術に磨きをかけたらまた来なさい。ヘキャット先生には知らせておく。おはい。まあでも呪文プラスで覚えれるの普通に嬉しいな。どうしよっかな。レベリオ。ヘキャット先生に報告。もう直で。てかなんか後ろ調べれるやつあったよね。なんか光ってたんだよな、さっき。まだ私には早そうだな。これか。これが光ってんのか。ダメか。すぐ暴力に訴える、この人。ヘキャット先生の課題。インセンディオってなんだっけ。炎出るやつだっけ。割と近いのか。
ヘキャット先生のやつがここだから。どっから行ってもいいっちゃいいんだけど、ここの方が近いのかな。これマップ抜きでさ、あの地形を発明するまで移動はとても不便だったのよ。はい、聞いたことあります。あ、レベリオていうか、フェイキャット先生俺めっちゃ好きだわ。これこれこれ、これは大きなドラゴンの、骸骨。闇の魔術に対する防衛術の教室に吊るされている。1878年の大密漁者狩りにおいて、ヘイキャット先生が、ウェールズ東部最大の密漁者集団をたった一人壊滅させた際、鬼面に持ち帰ったと言われている戦利品。いいのこれ。これだってあれでしょ、密輸品でしょそうなんじゃないのか、ヘイキャット先生。先生に新しい呪文を教わりに来ました。よろしい。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があるとフィグ先生から聞いてるよ。よって今日はインセンディオ、炎の呪文を覚えてもらうよ。炎か。松明を灯したり、蜘蛛の巣を焼き払ったり、自分に危害を加えようとする者から身を守る時にも便利な呪文。魔法ながら先生がやってたやつか。それは便利そうですね。かなりね。だが取り掛かる前に少々課題をこなしてもらおう。中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。はいよ。終わったら私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。終わったら私のところへおいで。はい。インセンディオなしで課題しなきゃいけないっていうのはなかなか。聖獣次回は言うほど秘密の存在じゃないね。よし。課題。ああ、杖十字会で練習してこいって言われたのか。そういうことか。うん、非公認ではあるけど、もう公然の秘密みたいな、そんな感じなのかな。ビームズのお気に入りのいたずらスポットのため、よほどの緊急事態でない限り、このトイレを使うのはやめよう。呪いのトイレ。入れないのか。めっちゃ気になるけどな。あ、ここもあんじゃん。はい。ヒョロナガ・ラックラン。ヒョロナガ・ラックランとして知られる魔法使いの像。背が高くてひょろりとした魔法使いで、自分をとても誇りに思っているように見える。その理由は誰も知らない。いや、でも、自分を誇りにも思うのは別に悪いことじゃないしな。レベリオ。これもか。ヘブリディーズ・ブラック氏の、故郷である、ヘブリディーズがあるスコットランドのアーガイルシャー地方を表した地図。フィールドガイド。フィールドガイドマジで多いな、ここ。こう言って、逆だ。いろいろ、いろいろ、アクシオじゃないか。杖十字会で戦闘、勝てるかな俺苦手なんだよな、対人戦。よし。もう一勝負どうだ。やろうぜ。まあね。誰が来るか見てみよう。決闘するのが怖い相手なんていない。次のラウンドの準備はできてるか？杖十字会の次のラウンドは準備できてる？もちろんさ。すごい試合を揃えたよ。もちろんさ。もう一勝負どう？おう。用意はできている。準備万端。やろう。わかった。パートナーと参加するの？セバスチャンかな。セバスチャンと。じゃ、始めよう。負ける覚悟はできた？お辞儀をするのだ、ポッター。先に謝るよ。三？おいおいおい、三三でやろうや、じゃあ。アクシオなど。これはでも、前と一緒では。ほら。はい。はい。いった。よいしょ。はい。くそ。あー、くそ。痛い。はい。はい。
おらやった。はい、よし、おいしょい。はい、おい来いよ、おらこれダメじゃない、マジックリンチだよ。ブラボー、ブラボー。うん、そうだね。元から君は注目の的だったけど、今のラウンドの後じゃこれまで以上に目をつけられそうだ。いい意味なのか。次も勝つ気なら鍛錬を怠らないことだね。気を抜いたら命取りになるよ。準備ができたら知らせるよ。また後で。でもこれ、次はゴブストーンのための戦いだな。ゴブストーンのための戦い？ヘキャット先生の課題はルーカン・ブラトルビーと連続呪文の練習を一回完了する。もう一戦やっていい？ルーカン、訓練用人形を使ってもいい？ていうかこれあれか、練習をしなきゃいけないのか。コンビネーションの練習メニューを用意するね。今すぐやってみる？うん、やってみよう。できたら嬉しい。人形が落ちる前に呪文を全部放つんだ。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。はい。アクシオ連続呪文ってことか。割とやってるよな。レビオソ。アクション。え、なんでダメなのかよ。レビオソ。あ、そういうことか。レビ、レビオーソ123アクシオ。なるほどな。吹き飛ぶ前、えぐいことすんな。練習はもう十分だね。いい感じだったよ。ありがとう、ルーカン。弱点を見抜くなら本番より練習中の方がいい。きっと手強い挑戦者になれるよ。なるほどね。これであれか、連続呪文も覚えたし、ヘギャット先生のところに戻ればいいのか。それだったらもうあれか、一発で戻っちゃうか。これでヘキャット先生のところには、こっから OK、 炎の呪文を教えてくれ。我が貴友よ、会えてよかった。まあでもこれ呪文さ、全部ちゃんと覚えてなきゃいけないの大変だよな。ごっちゃになりそう。あんたはミスター・ブラトルビーに受け入れてもらうことができた。そう考えていいかい？よくってよ。ヘキャット先生、課題を全部終わらせました。それは何より。なら、インセンディオを学ぶ準備はできたね。はい、先生。言いたくはないが、不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。火は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。これまで見たあんたの技能には感心してる。だが集中を切らすんじゃないよ。はいよ。あんたが燃えて授業が終わるなんてことは避けたいからね。始めよう。いいかい？正しく杖を動かすよう集中しな。後ろの目玉かわいいな。集中しな。杖をしっかりと持つんだよ。はい。はい。はい。インセンディオ。十分な数の呪文を習得したので、呪文セットにインセンディオを装備する必要があります。そのためには別の呪文と切り替える必要があります。よくよ。いっぱいある。ルーモスいらんのか。ルーモスいるかな。レパロ、ルーモスいらんか。浮かすのは必要だし、ルーモスいらんか。とりあえずレパロ普通に使えそうだもんな。インセンディオ。
お、危な、怖っ。先生動じないね。ありがとう先生。プロテゴインセンディオアクシオレパロ。短いんだな射程が。お、浮かす。おら、はい、無理か。インセンディオそんなに連発はできないか。お、先生危ないっすよ。射線に出ないでください。そんなまあ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 ね、火遊びをする理由って多分そういうことだからな。いろいろ覚えたんだけど。やった、嬉しい。できることが増えんの本当に嬉しいな。道中なんかないかな。火つけれるもんないか。火に魅了されるんじゃないよ。でもまあ火を見ると落ち着くとかもねあるから、やっぱ火ってあるんだろうな、なんかなんかがね。遠いな。火つけれるもの学校ぐらいしかねえんだけど。あ、本がいっぱいある。本がいっぱいいっぱいだ。不発の場合はすぐに使えるようになるの結構でかいな。ああ、来たな。あれ先生消えたよ。先生、あの、ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。そう聞いた。新しい杖によく馴染んでおるようだ。彼女や他の教授と連携し腕を磨き続けるように。とはいえ図書館への訪問をこれ以上延期したくない。では向かうとしよう。フィング、仕事だ、来い。マジかよ。校長、生徒もいますし、予定も。後にしたまえ。生徒のことも後回しだ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが、5分後に校長室だ。絶対内通してるぞあいつ。腹立たしい男だ。残念だが禁書の棚への遠征はもう少し後になりそうだ。絶対こいつ一人で行くから。でも先生、他に選択肢はない。我らが偉大な校長をこれ以上刺激するのは愚かなことだ。耐えなければならない苦労が終わってから君を探しに行く。絶対一人で行くもんな。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回、あ、セバスチャンと話すなんで、これやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。